広大旅客専用線は中国の東北部のハルビンと大連間の全長9 0 4トルの高速鉄道新線広大高,高速鉄道とも呼ばれる2007年8月に着工され2012年12月1日に開業した在来線の広大線にほぼ並行する広大旅客専用線は中国国務院が作成した中長期鉄道網計画における 4縦4横の高速鉄道幹線網の中の縦の一路線である、軽高旅客専用線計画の一部である、国流交渉のハルビンと遼寧省の大連 904km を結び、内訳は、遼寧省区間が 553km、吉林省区間が 270km、国流交渉区間が 81km となっている、最高速度時速 350km の、 高速運転に対応した旅客専用船である2007年8月23日に正式に着工し2012年10月8日より試験運転を開始同年12月1日に開業した全線に3以上が高価である橋梁が多く162箇所663キロメートルで最長はこれ道が特大橋であるトンネルは全8箇所で 合計9 9トルである。2015年11月以前は、夏季と冬季で、速度、料金が異なっていた。夏季は4月1日から11月30日で、最高速度時速3 0 0トル冬季は12月1日、翌年3月31日で、最高速度時速2 0 0トルであり、料金も夏季の方が高かった。2015年12月1日から、 通年時速3 0 0トル運転が行われるようになった。大連信用に関して、大連では高速鉄道用に巨大な大連北駅が建設されたが、大連市内と開発区の中間の不便なところにあるためにほとんど利用されておらず、北駅は大連駅からの始発が多い。大連駅大連北駅の在来線と県用部分は低速走行で大連北駅を過ぎて、 しばらくしてから時速300から 305km で常時走行する。新洋駅新洋北駅も同様に低速運行である。2013年8月の全運会の開催に合わせて、新洋駅の東口が再改修されただけでなく、西口も含めてアクセスが大幅に改良されて便利になり、南駅は新洋駅発も多くなっている。東北三省などが共同出資。 総額923.4億元、1億元、キロメートル以上の予算を継ぎ込んでいる計算となる。出資比率は、新洋鉄路局77.73%、春便鉄路局8.64%、遼寧港大鉄道客運線線投資講師9.02%、吉林省交通投資開発講師3.37%、国立交渉港大鉄道客運線船、 有限責任行使1.24%となっている。広大旅客専用線は、大連、新洋、長春、ハルビンという4つの副小級首とと6つの地球史を通り、高速鉄道を軸とした東北部経済圏の発展が期待されている。また、開業し、並行在来線である広大線を、主に貨物列車が利用できるようになることで、価格分離ができ、 中国東北部の内陸への物流の拡大が期待される側面もある。さらに広大旅客専用線との接続駅からは、長春都門、ハルビンかきここ、ハルビン父春、父春かきここ、ハルビン、ボタン港を結ぶ高速鉄道の建設が始まる。これにより、国流交渉内は、ほとんどの地区が、ハルビンを中心とした1時間以内の経済圏にカバーされることになる。 沿線は寒冷地であり、ロシアでの高速鉄道計画と同様に、車両の製造、路線建設、運用体制の樹立いずれにおいても高度な、高額技術を要すると考えられており、先進国各国に技術支援を求める方針である。中国当局は、ドイツ、フランス、日本の関係者と技術支援の交渉を行った。同じく軽古高速鉄道においては、 先進国各国の既存の高速鉄道車両技術を導入、中国仕様にカスタマイズした車両をライセンス生産している。高大旅客専用船の起工式は2007年8月23日、吉林省長春市で行われた。着工時の完成予定は2013年であったが、前倒しされている。平均時速は当初は時速 200km で、 現在在来線で9から13時間かかる、この区間を3時間で結ぶ予定。この路線の大連機待機は、北港外の南関嶺に建設され、2010年末、完成予定と報道された。一時、2012年3月1日から試運転を行い、7月1日に正式開業と発表されたが、2012年10月8日より、 試運転が行われており、2012年12月1日に開業した。吉林省でこれ道川、遼寧省で本が広志覧天湾などを渡るため、いくつかの大きな橋を建設した。主な橋は、長春市付近はすべて高架になるため、長春を貫通するこれ道川の名を取って、こう呼ばれている全線で最長の橋で、2009年10月に主体工事は完了。 2010年6月に橋面工事が完了予定。トンネルは全線で8本建設され、そのうち6本は遼寧省大連市にある。主なトンネルは全線で、最長トンネルで2007年12月に寄港されて2009年10月に観光予定。ありがとうございます。